転売する者が生き残っている限り大半を受け入れられない者が必ず存在し成功する。この宇宙を一旦原子レベルまで壊す必要がある。そこに生きる命は転売されたガンプラを投げかつ新商品を享受する感謝に満ちた世界だ。Welcome back! 今回のプラ版は E3 モデル9分の1スケールアイアンマンマーク85を使って重塗装ナノ光沢塗装バージョンを制作します。急装重ねの光沢は完全に実写。それでは一緒にアッセンブル。フェーズ1パーツカット。エルデンリングよりポンデリングが好きな地球圏の皆様、お待たせいたしました。今日はこれだ。イースタンモデルから9分の1スケールアイアンマンマーク85。発売日は2020年の12月。価格は8280円、税込み価格。あの世界累計興行収入ナンバーワンの地位を10年以上守り続けた絶対王者アバターをぶち抜いて記録を塗り替えた最強のヒーロー映画アベンジャーズエンドゲームからアイアンマン最後にして最強のアーマーマーク85がついに登場だ。っていうかあのおっさん85体も作ってたのかよって思ったけど、ま、日頃ガンプラを作りまくってるバカもここに実際いるわけですから人のことは言えないですね。なんとこのアイアンマン蓋の中にさらにもう1枚二重の蓋が重ねてありますね。昔のマスターグレードを思い出すこのパッケージング、デザインからしてめちゃめちゃかっこよく仕上がっていて気合が感じられますね。いきなり驚きのポイント、はい、危険物が入ってますね。このキラキラ光ってカッチカチのなんか危なそうなアイテムがたくさん入ってます。これをプラモデルで使うのかと個人的には一番ここがポイントが高い。ご覧ください、アイアンマンのビーム砲のビームエフェクトがついてるんですよ。プラスチックでね、これめちゃめちゃかっこいいですね。ニューガンダムのエフェクトもあのペラペラのシートじゃなくてこういうのをつけてほしい。こういうバチバチプレートとプレートの間でバチバチいってるような、これが欲しいんですよね。バンダイさんこれだよ、欲しいのはファンが欲しいのはこれだ、お願いします。さらに金属の支柱と LED ユニットが6個もついている。プラモデルじゃないな、これフィギュアだな。マジですごいぞこれ、半端ねえな。説明書も分厚くて印刷の精度もとても高いですね。綺麗です、もう完全にガンプラ。そしてよく見てくれこの箱、海賊版でもパチモンでもないぞ。このホログラム、あの最強キャラクターサノスをデコピンでビッツぐらい強い銀河最強の月種類のあのお方の許可を得た公式ライセンス商品です。海賊版は捕食だけしてやるぞ。ホログラムの下にはネズミだけを怒らせるなと、ご丁寧にこの箱にワーニング警告文が入っていやがるぜ。中国語なので読めないが、おそらく罪状による刑が事細かに記されているに違いない。海賊版コピー商品を出そうもんならもう想像もしたくないですね。どういう刑が待っているのか。私は昔から応援させていただいております、ディズニー大好きです、3000回愛してる。よし、これだけ言っとけば大丈夫だろう。今回のマーク85は塗装済みの豪華版が同時に発売されていたようですが、塗装した状態の我がチャンネルのいつもの比較シーンのために通常版をご用意いたしました。塗装道具がない人にも塗装する派にも優しい商品ですね。プラ版でいつも作る100分の1スケールのガンプラより一回り小さいぐらいのサイズといったところでしょうか。この9分の1スケールマーク85、細かくパーツ割りがされていて、ご覧の通りめっちゃパーツ多いです。これは人型だからいつもより少ないかなと思いましたが甘かったですね。全然、いやこれ下手したらガンプレイル多いですね。台座もありますし、エフェクトもあるし、盛りだくさんですね。ありがとうございます。それでは早速ランナーとパーツの間にある細い部分、このゲートという部分を残した状態で一度カットします。カットが終わったらより切れ味の高い片刃ニッパーに持ち替えて、少しだけ1ミリないぐらいですね、このゲートの部分を残したままの状態でカットしましょう。そうするとこのようにまだゲートの跡がわずかに残っております。塗装しない場合でも塗装する場合でもこういったところは気になるのでしっかり消しておきたいですよね。そこで使うのがプラ版の必須ツール、タミヤのクラフトツールプロ。これをパーツと水平に当てて優しく削りすぎないようにゆっくりと撫でるように押し当てていきます。削りすぎるとパーツそのものの形が変わってしまうので
焦らずゆっくり時間をかけて力は上に逃がすようにクラフトツールを当てていきます。その後でスポンジヤスリ400、600、800、1000番を順番に当ててパーツのゲート跡部分を磨いていきましょう。そうすることでご覧のようにゲートの跡をきれいに消すことができます。こういった地道な作業が完成後のクオリティにボディーブローのようにじわじわ効いてくるんですね。時間はかかりますがこの工程を全てのパーツで行い、説明書通りに順番に組み立てていきましょう。ちょっと気になったんですが工程の小回りがちょっとおかしくないですか。これステップ6、7、8、9、10、11、12、別に困ることじゃないけどなんでページの半分で下にずれるんで、おかしいだろ。上半分全部使ってから下半分に普通移動するだろ。この若干わかりづらい説明書をなんとか解読しながら、今回は塗装するので後で分解しやすいようにダボ軸を少しカットしながら順番通りにパーツを組み立てていきましょう。個別に袋詰めされていたクリアカラーのエフェクトパーツの精度が少しというか結構これ甘いようですね。おそらくゲートになっていたであろう部分がガタガタになっているので、ここはデザインナイフを使って綺麗に整えておきます。まあ完璧には難しいですが、だいたい綺麗にカットしておきましょう。パーツの処理が終わったら各パーツごとに足、ボディ、腕と組み立てて、これで完成。皆様お待ちかね、これがアイアンマン最強最後のスーツ、マーク85。いいですね。海外キットなのでめちゃくちゃ不格好ではないかと若干覚悟しておりましたが、いいですね。普通にボディバランスもいいですね。あれ、こういったキャラクターもののプラモ化された商品っていうのはだいたい首が長すぎたりとかどっかバランスがおかしいとかよくあるんですけど、これはちゃんと胸を張って顎を引けば随分見栄えのいいヒーロー体型でポージングを取ることができます。まあ確かに赤いパーツが小豆色だとか塗り分けされていないパーツがいくつかあるとか、まあ確かに細かいところはよくありますけども、それぐらいだったらどこのプラモデルでもある程度のことなので、まあ特に気になるほどではないですね。まあ今回はしかも塗装するので赤が小豆色とか、まあ別にそれぐらいはいいですよ。それにしてもアベンジャーズエンドゲームがもう3年近く前とか、感覚的には2ヶ月前に見たぐらいの感覚なんですがね、時の流れというのは恐ろしいものです。今回も各パーツのディテールをしっかり強調するために BMC 高値を使って溝やモールドを掘り直していきます。一定のスピードで表面を優しく撫でるように削ってモールドを掘り直すんですが、力を入れすぎるとガタガタになってしまうので、あくまで優しく撫でるようになぞっていくのがポイントです。塗装と次の合わせ目消しの作業の準備として、パーツセパレーターというツールを使ってパーツをバラバラに分解していきます。組み立て前にダボ軸を短くカットしておいたので強い力をかけずにパーツを分解することができます。今回気になるのは両肘の関節パーツですね。ここに合わせ目が目立つようになっているので、わずかな隙間を開けた状態で接着剤を流し込んでグッと押さえつけます。そうするとはみ出た接着剤が浮き出てくるので、ゲート処理と同じ要領でここを真っ平らにしていきます。ただ手作業でやるとかなり時間がかかるので、電動ヤスリアルゴファイルのアルティマ5、これを使って一気に平らに仕上げていきます。パーツの溝もしっかりさっき使ったタガネを使って綺麗に整えていきます。全て終わったらこのように黒い接着剤なのでパッと見分かりづらいですが、綺麗に合わせ目を消すことができました。この状態で塗装すると見栄えが全然違います。このパーツはアイアンマンの武器であるナノブレードの持ち手の部分ですね。ここにも合わせ目があったので、しっかり同じ方法で埋めて綺麗に整えておきます。そして今回のアイアンマンの塗装はピカピカツルツルの超光沢ナノ塗装バージョンということで、表面のパーツを6000番の安井を使って綺麗にトゥルットゥルに磨いていきます。まあ前回の自動変形ユニコーンガンダムでこのくだりはやったので、もうここは割愛していいでしょう。とにかく磨くだけなんでくっそ面白くもないシーンです。さあ長かったですが、ここまでの工程が全て終わったらパーツを分解して洗浄の準備をします。削りカスや油分が残っているので洗浄は必ず必要な工程です。そう、皆様お待たせいたしました。ついに我がチャンネルもニューヒーローの登場です。振りかけて放置するだけで、水を使うのは洗い流す時だけ。プラモ界のリーサルウェポン、ジョイミラクルクリーン泡スプレー、ついに登場。こいつはマジですげー。ジョイのおかげで綺麗になったパーツをしっかり乾燥させて塗装の準備を始めます。ここで水分がついていると塗料を弾いて綺麗に塗装することができませんので、完璧に乾燥させておく必要があります。塗料を選別したら一つ一つパーツを塗装用のクリップにはめて塗装の下準備をしておきましょう。この時パーツの裏面のダボ軸などにクリップを挟み込んでおけば塗装の邪魔にならずに綺麗にパーツを塗ることができるでしょう。フェーズ2、塗装、ついにここまで来ました。さあハンドピンス、コンプレッサーのスイッチオン。まずはクリアパーツから塗装します。クリアブルーで全て全体を青く染め上げた後に、リアクターパーツは裏から薄くグラデーションをかけていきます。クリアパーツは裏からがポイント。クリアブルーを塗り終わるとその違いは歴然です。ここからもう一手間加えてさらにかっこよく仕上げましょう。クリアブルーの塗装が乾燥したら、ホワイトでグラデーションをかけてこのようにバチバチ光ってるようなエフェクトで塗装完了しました。めちゃくちゃかっこいいですね。最高の仕上がりです。バーニアのエフェクトパーツにはクリアイエロー、そしてクリアオレンジをグラデーションで吹き付けて燃えるような演出でかっこよく仕上げていきたいと思います。どうですか、
アニメでよく見たこの感じ比べると全然違いますね。かっこいい。最後に燃えるようなジェット噴射時のハイライトとしてホワイトを薄く吹き付けて、これで完成。このクリアイエロー、クリアオレンジ、ホワイトのグラデーションをクリアパーツ全てに塗装して、エフェクトパーツの塗装は完了です。ここでハンドピースの中の色を入れ替えるわけですが、これを使いましょう。吸水性が違う、使いやすさが違う、全てが別次元。地球圏の皆様、お待たせいたしました。プラバンプロデュースの模型専用クロスがついに登場。その名もアルティメットクロス。使いやすさを追求した 0.2mm 特殊開発の不織布がこれまでにない圧倒的な吸水性を実現。プラモデル用に最適化されたアルティメットクロスは、創業54年の老舗フィルターメーカー東方セパレーター株式会社が強度と吸水性を両立した最強のアイテムを開発してくれた。筆やエアブラシの清掃、墨入れ塗料の拭き取り、デカール貼り付けの水分の吸収、作業机の清掃、あなたのあらゆる作業を完璧にサポートします。これほどのものをプラモのためだけに開発するとは、頭がおかしいのはもう間違いない。一般販売に先駆けてプラ版とプラガブのロゴ入り限定ボックスを本日から先行販売。シートサイズは 120×275 枚入りの専用ボックスタイプ、税込みは1000円プラス送料となっております。これよくある薄い本と同じで、この箱をわざわざ設計して印刷メーカーに持ってって、この400箱限定の特殊ボックスを発注しちゃったものだから、コストがめちゃくちゃ跳ね上がってしまったようですが、一般販売分はもう少しリーズナブルになりますので、どうぞご安心ください。今後はシートタイプ100枚入りを販売に向けて開発中。使ってみなければわからないこの凄さ、概要欄からぜひお求めください。それではそれでは、いよいよアイアンマン本体を塗装していきましょう。まずは下地の塗装から、ガイアカラーのアルティメットブラック、これを全てのパーツにまんべんなく塗装してピカピカ真っ黒で仕上げます。ツルツルに仕上げたいので、表面張力を利用して塗料はかなり薄めた状態で吹き付けます。下地をしっかり磨いたので、この時点でキラキラ光ってますね。おお、周りの光を反射して黒真珠のような美しさです。かなりのボリュームですが、この下地作りはプラ版において最も重要な工程と考えています。一手間かかりますが、しっかり下地を作り込んでから本塗装を始めましょう。ではゴールドパーツには少しずつ様子を見ながらフィニッシャーズの青金を塗っていきます。アイアンマンといえばちょっと品のあるシャンパンゴールド、そしてここからクリアイエローを薄く吹き付けるんですが、ちょっと濃すぎましたかね。まあいいでしょう。アイアンマンというよりはちょっと勇者系のゴールドになってしまいましたが、まあ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 いいでしょう。とりあえずこれで完成。シルバーのパーツにはライトガンメタル、これで重厚感を出します。ではメイン装甲の赤の部分、ここはまずフィニッシャーズのクロームシルバーでピッカピカのシルバーの下地を作り込みます。しっかり乾燥させたら、いよいよフィニッシャーズのクリアレッドを全てのパーツに吹き付けていきます。薄く吹き付けて乾燥、薄く吹き付けて乾燥と、これを5回繰り返します。どうですか、結構違いますよね。1層目と3層目のパーツを比較しております。明らかに色彩の鮮やかさが違いますね。でもまだ足りないので、あと2回吹き付けて合計5層クリアレッドを吹き付けます。実に深みのあるかっこいいカラーリングに仕上がりました。この輝き、いい仕上がりですね。これで終わりと思ったら、まだ続きがあります。パーツ分けがしていないパーツの塗り分けをするためにマスキングをして、色の塗り分け工程がまだ残っています。マスキングをきれいに仕上げるコツは、デザインナイフやカッターの刃をケチらないことですね。ちょっとでも切れ味が落ちると、マスキングシートをカットするときにギザギザ毛羽立って、マスキングと塗りたいところの境界線がガタガタになってしまって、綺麗に塗り分けをすることができません。モンスターハンターでも戦闘始める前にとりあえず武器を研いで切れ味をマックスにしときますよね。あれと同じです。最高の状態でマスキングを始めましょう。これが最も大事なポイントです。人間は何かをひっぺがすときに快感を得る生き物です。バナナの皮を剥くとき、マスキングのシールを剥がして結果を見るとき、傷が悪化すると分かっていてもかさぶたをひっぺがして余計傷口が開くときありますよね。そういうことですよ。時間をかけた甲斐があって、この瞬間に憂鬱を感じますね。マスキングが終わったら、今回は組み立てる前に先にトップコートを仕上げておきます。なぜかというと、映画のアイアンマンはパーツごとに光沢の質感が若干違うんですよね。そんなこと気にしなくていいじゃんって思うかもしれませんけど、まあ、せっかくやるのでここもこだわっておきましょう。まずゴールドのパーツにはクリアを1回、そしてメインのレッドカラーにはクリア光沢を2回吹き付けて、ゴールドパーツはしっとり、レッドのパーツはピッカピカに仕上げておきます。この違い、完成した時にじわじわ効いてくると思います。使うのはもちろんガイアカラーの EX クリア光沢。このクリア光沢の塗装が完了したら、いよいよ塗装の工程が全て完了です。長かったがこの質感、どうですか、ご覧ください。もう今すぐ舐められるぐらい美しいですね。
誰がどう見ても美味しそうです。んー、ボナペティ。まだ舐めてはいけません。じゃなかった、触ってはいけません。塗膜がしっかり乾燥するまで油断は禁物です。しっかり乾燥させてからパーツの組み立てを始めましょう。はい、どうぞご覧ください。ご覧の通り、これ普通にもうマスターグレードの一般的な機体よりパーツが多いですね。間違いないです。もう出来はいいので文句は言えません。とりあえずヘッドパーツ、この顔の造形は実に見事です。かっこいい。そしてボディーパーツ、このリアクターのところの造形も見事ですね。この逆三角形がたまりません。アンダートルソー、そしてアームパーツ、最後のアイアンマンということで初代コミック版のカラーリングをリスペクトしてこのショルダーパーツもゴールドになったようですね、マーグ AD5 は。そしてレッグパーツ、この両膝のメタルカラーですね。塗り分けもよくできたと思います。さあ続いて、すごいビームが出るかと思ったらレールガンっぽい武器でした。ロックマンみたいなクローブラスター、そして特徴の一つともいえる新兵器ナノライトニングリフォーカサー。パッと見人手っぽいので賛否両論のデザインです。最後に劇中でブンブン振り回していたエナジーブレード、組み立てが終わってちょっと我慢できずにリアクターだけ点灯させてみます。真下の走行の部分がスイッチになってるんですね。めちゃくちゃかっこいいです。いいですね。ちょっとクリアブルーでグラデーションかけてよかったです。ほんのり周りがブルーで中心点が真っ白に光る、あの映画の質感をよく再現できたと思います。よかった、やって正解です。完全に存在を忘れてたスタンドも組み立てて完成。フェイズ3ドレスアップ、頑張って塗装したのでこの工程でディテールをくっきり強調させてさらにかっこよく立体感のある仕上がりを目指しましょう。使うのはタミヤの墨入れ塗料ブラック、これをモールドというモールド全てに流し込んで各パーツの輪郭をくっきり強調させます。全てのパーツでこの工程を施していきます。ちょっとモールドが多いので大変だと思いますが頑張っていきましょう。はみ出しても大丈夫、とにかく溝に流し込むイメージでベタ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 塗りまくっていきます。墨入れ塗料がしっかり乾燥したのを確認したら次ははみ出た墨入れを拭き取ってきれいに整える工程です。綿棒に軽く溶剤を染み込ませてからはみ出たポイントを優しく撫でるように拭き取ってきれいに仕上げていきます。彼岸島でも言ってましたよね、みんな綿棒を持ったら行くぞ。そんな感じです。気合を入れてはみ出した憎き墨入れ塗料だけを狙って拭き取っていきましょう。へこんでいるポイントに流し込まれている墨入れ塗料は凹凸の問題で綿棒が当たらないのできれいにはみ出たポイントだけを拭き取ることができます。そして水を入れてデカール、あ、今日はデカールいらねえわ。最終フェーズ組み立て、いや今回は言い方を変えよう、アッセンブル。ついにこの時がやってきました。何層も重ねてピカピカに磨き上げたこの輝く真っ赤なボディ、そしてゴールド、美しい、まさに映画から飛び出してきたようなあの質感を再現できたと思います。それでは早速組み立てていきましょう。両足をぐりぐり差し込んでアームパーツを右左、そして上半身と下半身をドッキング。もうすでにビカビカ光ってますね、パチンコ屋みたいです。 CR アイアンマン、そしてヘッドパーツを取り付けていよいよ完成。皆様お待ちかね、これが重塗装バージョンアイアンマンマーク85。組み立ててすいません、この段階でようやく気づいたんですけど両肩と腰の部分にあるミニリアクターの部分、これ塗り忘れてますねもうテンション上がりまくって全然気づきませんでした。しまった、なんということだ。そうですね、ちょっとこれはもう失敗作ということで、もしこの動画のグッドボタンが2万を超えるようなことがあったらメルカリで1万円ポッキーでこのアイアンマンマーク85を出品させていただきたいと思います。やっぱりプラもフィギュア、ロボットはもう顔が命ですね。素晴らしい、さすが公式ライセンス商品、めちゃめちゃかっこいいぞ。全宇宙の生命が消滅して5年、全てを取り戻すタイム泥棒作戦に向けてトニー・スターク、最後の最強アーマーマーク85が出撃するアベンジャーズエンドゲームからマーク85。 まずは塗装前と塗装後の質感をご覧ください。映画風の質感、ナノテクノロジーアーマーを再現するために徹底的に光沢にこだわったこの塗装、スマートなフォルムには数多くの武装が内蔵しており、10億を超えるナノボットで形成されるそのスーツは変幻自在、あらゆる状況に対応するためこれまでの経験を生かした強力な武装が内蔵されている。仲間との連携プレイが可能となる専用装備、層の雷を吸収しビーム砲を照射できるナノライトニングリフォーカサー、誰がどう見てもポケモンのスターミーを背負っているだけ、エネルギーを高圧縮してカッターのように切り裂く200ペタワットレーザー、宇宙人や鋼鉄だってバーターのように切り裂くぞ、リパルサーレイヤーユニビーム、そのスーツはまさに全身狂気、エナジーブレードやクローブラスターも強力だ。さあ今回の挑戦はアベンジャーズエンドゲームからマーク85でした。もしよろしければもう一本この YouTube で最も頭のおかしいプラモデル専門番組プラ版の動画を見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。